レベッカ、いや、ファビアンヌ、でギタリストとして活躍した古賀守雄、3。ここ数年、活躍ぶりを耳にしませんが現在はどうしているのでしょうか。目次、古賀守雄は結婚してるの。古賀守雄のレベッカ脱退理由とは、古賀守雄のギターの腕前は、古賀守雄は現在どうしてる、古賀守雄は結婚してるの。1980年代後半の第二次バンドブームを牽引したロックバンド、レベッカ。当時はまだ珍しかった女性がボーカルで男性が演奏するというスタイル。レベッカの登場後、同形態のバンドが爆発的に増えたことからその影響力の高さがわかります。古賀守雄さんは、1985年に2代目ギタリストとしてレベッカに加入。新体制となったレベッカは3枚目のシングル、Love is Cash で初めてオリコンランキング入り、続いてリリースした、Friends、ラズベリードリームでその人気を不動のものとしました。古賀さんは多くの楽曲で多彩なギターサウンドを披露。レベッカのブレイクに多大なる貢献を果たしたことは間違いありません。時代を代表するバンドの一つとなったレベッカですが、古賀守雄さんは1986年9月に脱退。その後は、ファビアンヌ・セビアンというバンドを結成し音楽活動を続けています。当時の若者を熱狂させたギタリストの古賀守雄さん。人気バンドのギタリストとなればモテモテだったことは間違いないでしょう。結婚されているかの情報が判明していなかったのですが、当サイトの訪問者様に貴重な情報をいただきました。レベッカのアルバムにスペシャルサンクスとして古賀さんの奥さんと子供さんの名前がクレジットされていたとのことです。ミュージシャンならではの家族への感謝の表現は素敵ですね。古賀守雄のレベッカ脱退理由とは、人気絶頂期にレベッカを脱退した古賀守雄さん。当時は多くの人が、一体なぜ、と思ったことでしょう。古賀守雄さんがレベッカを脱退した理由は自身が結成したバンド、ファビアンヌ。ファビアンヌの活動に専念するためにレベッカを脱退したようです。自ら希望してレベッカには加入した古賀さん。ですが徐々に音楽性や方向性で意見が食い違うことが出てきてしまったのかもしれません。それならば自分が作ったバンドで好きな音楽を演奏しようと思ったのでしょう。もしも古賀守雄さんの目的が地位やお金であればレベッカを脱退することはなかったはず。それでもレベッカを脱退するという選択をした古賀守雄さん。きっとこういう人を本物のギタリストと呼ぶのでしょうね。古賀守雄のギターの腕前は、バンドの主役といえば大多数の人がボーカルと答えるでしょう。歌声が楽曲の良し悪しに大きく影響するので当然といえば当然です。ですがギターはボーカルと同等か、それ以上に重要なパートと言われています。伴奏の大部分を占めるだけでなく楽曲の始まりや終わり、間奏ではギターソロを披露し主役になることもあります。長らくギタリストとして活躍する古賀守雄さん、人気バンドでギタリストを務め、自身のバンドも結成するだけにギターの腕前はかなりのもの。レベッカのブレイクは古賀守雄さんのギターのおかげ、という評価もあるほどです。それほどのギタリストでありながらギターへの愛着があまりない古賀守雄さん。ライブの帰りにギターを忘れてしまったこともあるようです。
工房筆を選ばず、というように古賀守雄さんほどの腕前であればどんなギターでも素晴らしい演奏ができるのでしょうね。古賀守雄は現在どうしてる？レベッカを脱退後にファビアンヌを結成した古賀守雄さん。1988年に結成されたファビアンヌですが、1990年に解散。解散後はソロアーティストとして活動していましたが、1999年にファビアンヌを再結成。その後、アルバムを2枚リリースしていますが、2008年のイノセントノート以降、楽曲の発表をしていません。また公式ブログも2015年12月31日で更新が止まってしまっています。古賀守雄さんは最後のブログに、2018年がファビアンヌとしてデビューしてから30年という区切りの年、その年まで何も考えずにギターで遊んでみる、と綴っています。この文章を見ると新たな楽曲のリリースを予感させますよね。ですが、2008年にリリースしたイノセントノートが最後の作品になる可能性が高い、とも書かれています。現に今も古賀守雄さんは新たな楽曲を発表せず、もう二度と古賀さんの新しい楽曲を聴くことはできないのでしょうか。いつの日か古賀守雄さんが創作意欲にかきたてられて新曲をリリースすることを祈るばかりです。